これより呼吸国シンクタンク第1回公開研究会を開催いたします。この官僚たちに依存をせずに、やっぱ民間側の優秀な知恵というものを政治の側に提供しながら、日本の政治というものをどう立て直していくのか、私たちが考えていることを政治の世界にどう反映するのかということを皆さんと共に一緒に考えていきたいと思っている次第です。本日は祝電を頂戴しておりますので、こちらでご紹介いたします。旧国シンクタンク第1回設立記念公開研究会のご盛会おめでとうございます。新型コロナウイルス感染症拡大を防ぎ、社会経済活動を両立させていく、そして国民の皆さんが安心できる生活を一日も早く取り戻す、これが私に課せられた使命です。この国難というべき危機を乗り越え、役所の縦割り、既得権益、悪しき前例主義を打破し、規制改革に全力で取り組み、この国を前に進めてまいります。旧国シンクタンクの皆様のご活躍を心より期待しますとともに、今日のシンポジウムが有意義なものになりますことを記念しております。内閣総理大臣、自由民主党総裁、菅義偉、厚く御礼申し上げます。我々は官僚に対抗できるシンクタンクというのを目指していますけど、これは単に官僚を叩くという意味ではありません。官僚の方にだってまともな人もいますし、今仕組みがおかしくなっているだけです。官に従っていれば、政府の頭がいい人に任せておけば、国が強くなると国民が政治を見捨ててしまったときに国は弱くなるんですよ。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。自由な議論によって民の活力を取り戻していこうというのが我々旧国シンクタンクが目指すものです。はい、どうも。名古屋商科大学の原田でございます。自由な経済が経済を発展させて、で経済が発展しているから自由も維持できると。でまた不自由な経済っていうのは恣意的な権力を強めるわけであってですね、で自由な経済が機能不全になってしまうと全てがうまくいかなくなってしまうと。ですので、それに対応するのは政府の出番だと。で政府は自由の抑圧ではなくて、自由な機能回復によって、コロナ禍を収束できるというように私は信じています。続いてシンポジウムを行います。まあ、金融緩和はこう、まあ、効果があるということでお話をいただいてまして、で、まあ、そこに反対する人たちがいるというか、まあ、違う意見を持っている人たちがいるということで、MMT についてどうお考えなのかというのを、ちょっとお伺いしたいなと。マネタリーよりだから金融政策なんかなのかと思うと、金融政策じゃないんですね。政府が直接雇用主になるっていうことですからね。でしかも、じゃああなたどこで働くんですかっていうのを政府が決めるわけですよね。これこそまさに国営企業なんだ、政府のなんか直接雇用の国営大企業なんだと。だからこれってわけが分かんないなっていうのが、あの私の MMT に対する批判で、あります。だから要するに彼らは社会主義者なんだ、社会主義者であって、よくわけが分かんない社会主義者だって。いやだからその一番よくないのは、でなんで少数派かというと、今日も原田先生が言ったように、銀行はこの金融緩和は嫌なんです。だから金融緩和の悪口をいっぱい言ってるわけです。悪口言ってるので、それがやっぱり取引先の企業の人たちみんな聞いてるわけです。取引先の企業の人たちもよく分かんなくて、やっぱり金融緩和良くないよねって言ってるわけです。で企業の社長たちから、金融緩和そろそろやめた方がいいんじゃねえっていう話を聞かされるわけですよ。支援者たち、お金を出してくれる人がみんな金融緩和そろそろやめた方がいいんじゃねえって言ってるんだから、やっぱり変えた方がいいんじゃねえって、いやそんなレベルかよって言うんだけど、そんなレベルだから旧国シンクタンク必要なの。まあ規制っていうのはですね、今日本に何個ぐらいあると思います？許認可ですけれども、許認可という条項が入っている法文の条文というのはですね、全部で1万5000ぐらいあるんですね。
まあ、要はコロナ禍になったらですよ、コロナ新型コロナウイルスの話になったら緩和できるものっていうのは最初からいらないんですよ、そんなものということですよね。危機になったら緩和できるわけですからね。救国シンクタンクは皆様にこれが正解だ、これさえやっていればバラ色の未来が待っているんだ、それを布教せよみたいな団体じゃありません。やっぱり分からないって、まあ、もどかしいですよね。でもやっぱり世の中ってそんな簡単じゃないわけです。世の中っていうのは難しいから日本ってこういうふうになっているわけなんで、だからこそ我々は皆さんに希望を提示する、そしてそれを普及させて実現していくというふうに考えておりますので、まあ、皆様が考えて行動する一助になれば今日は成功であったかなと思います。まあ、ここでですね、もう一つだけ、なんでシンクタンクなのかということをですね、お話しできればなと思います。何が日本に必要かとか、何が世の中に必要かっていうことを皆さんにお伝えして、そして世の中を変えていくっていうのがシンクタンクの役割なんですね。だから同じ研究機関だったとしても全く違うものだというふうに考えています。まあ、アメリカでも一緒です。やっぱりですね、アメリカも学術会議みたいな状態になっているので、そこで自由に発言できない人たちが本当に世の中変えたいなと思ったらシンクタンクを作ってるっていうのが、まあ、同じ状況なんですね。ですから、まあ、日本の中でも、こういった救国シンクタンクという形でですね、皆さんに何が必要かということをお伝えして、まあ、シンクをタンクするっていうのもそうなんですけれども、もう一つですね、ドゥタンクと実際やっていくんだということですね。ここにいる皆さんとこの救国シンクタンクを盛り上げてですね、日本を一緒に変えていきたいと思っておりますので、今後ともぜひですね、一緒に頑張ってまいりましょう。本日はありがとうございました。